はい、こんにちは、116インズです。あまり気は乗りませんが、またマンフレッドコミッショナーの言葉を引用します。コミッショナーは2月10日のオーナー会議後の会見で、自身が楽観主義者であることを話していたのは皆さんもよくご存知かと思いますが、それに加えてこんなことも言っていました。ロックアウトによって試合が中止となることは球界にとって悲惨な結果であると思う。確かにエンタメを提供する場である公式戦が中止となるのは、リーグにとっても選手にとっても、そして野球を楽しみにしているファンにとっても、誰にとってもいい結果でないのは自明ですよね。このコミッショナーの意見に反対する方は少ないかと思います。当然です。では今日 MLB は何を発表したのか。はい、今季の開幕延期を正式に発表しました。MLB は現地時間2月28日までに新しい労使協定が結ばれなければ開幕を延期するとして、先週から MLB と選手会は毎日交渉を行い、初めの1週間ほどはほとんど大きな進展もなかったことから、開幕延期はもう避けることができない決定事項のようにも思われました。しかし期限当日の2月28日、MLB と選手会ともにようやく危機感を覚えたのか、双方かなり条件面で情報を見せ、期限当日は13回、16時間を超える長丁場で新しい労使協定に向けて交渉を行い、あまりに長引いたことから期限だった2月28日を遠に過ぎて、日付も3月1日に変わったところまで交渉は行われました。で、MLB も交渉の進捗にいい感触を持ったのか、当初設定していた2月28日の期限を1日延長し、現地3月1日の17時までに新しい労使協定が結ばれれば、開幕延期を回避できるとして、翌日も再度交渉の方を行いましたが、依然として一部の今回の鍵を握る事項で、両者の溝は大きく、結局合意までには至らず、MLB は最後にデッドライン前に提示できる最高の案を選手会側に持っていきましたが、選手会は全会一致でこれを否決。合意に至らなかったことで、マンフレッドコミッショナーの口から正式に開幕2カード、各球団7試合の中止が発表となり、この中止となった試合の穴埋めもインターリーグの調整が難しいことから行われないとのことです。まあ、開幕が延期となることは最近の交渉の進み具合からしても避けることはできないだろうなと思っていた中で、期限当日にいろんな話が急に進み始めたので、これはもしかしたら奇跡的に労使協定合意して予定通り開幕できるのでは、なんて淡い期待を抱いてしまいましたが、まあ無駄な期待でしたね。ロックアウトが始まった当初、さすがに公式戦の中止にまで発展させるのは、まあ、両者にとっても損失が大きく絶対避けてくれるだろうと信じていましたが、3ヶ月が経過した今、このような事態となってしまったことは素直に残念に思います。一応労使協定の交渉自体、以前と比べればかなり前進した印象はあります。2月中旬に動画を上げた当時は白文字の箇所で MLB と選手会の方向性が一致していましたが、これに加えて比較的重要なところでは黄色部分の方向性も今のところ一致しているとされています。選手会は当初 MLB で2年間プレーした選手全員に年俸調停の資格を与えようと働きかけ、この点は MLB 側の猛反発にあっていましたが、今回の労使協定での年俸調停権の対象の拡大は断念。現行制度でもスーパー2と呼ばれる一部の選手は2年目終了時点で年俸調停の資格を得ることとなっていますが、今季以降も同程度の選手が対象となることで決着した模様です。またこれまで選手のマイナー降格に関して、オプションが残っている選手は回数に制限なく自由に MLB とマイナーを行き来できたところ、年間5回の制限を設けることでこちらも方針が一致。この他 MLB はさらなる収益拡大を狙って、今季から両リーグ合わせて14チームでのプレーオフ開催を希望していましたが、選手会の反発もあってプレーオフ進出の枠数自体は増やすものの、進出チーム数は12で話は進んでいる模様です。ただ今回の労使協定で問題となっているのは選手に流れるお金だと何度も言っていますが、こちらは未だに決着していません。以前挙げた動画時点での MLB と選手会の溝はご覧の通りで、正直これどうやって埋めるのといった印象でしたが、あれからどうなったのか。まあ多少両者の溝は小さくなったかなとは思いつつも、まだまだこの問題は難航しそうですよね。特に依然として隔たりが大きいのが、年俸調停権未取得者へのボーナスプールの金額と贅沢税課税ライン。最低年俸は MLB がかなり譲歩を見せて7000万ドルのラインも超えてきましたので、ここはだいぶ終わりが見えてきましたが、残りの2つは本当にどうするのか。この差を埋めるために選手会が持つ最大の交渉カードでもあった MLB が希望する14チームプレーオフへの合意が使えたと思うんですが、先ほどもお話しした通り進出チーム数は12で話が進んでいるようですので、このカードを抜きにしていかに MLB からのさらなる情報を引き出すのか、公式戦中止の我慢比べでどうにかするのか、あるいは何か他の手があるのか分かりませんが、公式戦中止の事態に発展してもなお、このお金の問題の解決にはもう少し時間がかかりそうな印象です。
個人的には贅沢税課税ラインはさすがに MLB 案だと現行と比べても増加が少ないので、多少は選手会寄りでもいいかなとは思いつつも、今回初めて導入するボーナスプールをいきなり1億ドルに近い水準から始めるのは MLB も飲めないだろうとは思うので、こちらは4000万ドルから5000万ドルくらいがまずは落としどころなんじゃないのとは思ったりもしますが、皆さんはいかがでしょうか。ということで、労使間の紛争が公式戦の中止を招くという最悪の事態にまで発展してしまった今回のロックアウトですが、こうなってしまった以上コミッショナーの責任は重いですよね。自らが設定した期限間近になるまで選手会に対してほとんどまともな情報を見せてこなかったのもそうですし、ロックアウトを始めた日にファンに宛てた手紙でロックアウトは交渉を活性化させる手段と表現したり、かつては事態を進展させるために行うオフシーズンのロックアウトと実際に試合が中止となる労使紛争が異なることを理解していないファンがいるのが信じられない、要するにオフのうちに完結するロックアウトなんだから大丈夫とも取れる発言をしていましたが、ロックアウトが始まって1ヶ月以上交渉のテーブルを設けず、また実際に試合が中止となる労使紛争にも今回なってしまいましたよね。他にも周囲が思っているほどオーナー側は儲かっていないことをアピールするためか、株式市場と比べて野球界はあまりいい投資先とは言えないとのコメントもしていましたが、なんと間が悪いことにその直後にブレイブスを保有するリバティメディアの決算報告にて、ブレイブスが昨年開幕当初コロナの影響を受けたにもかかわらず過去最高益を更新したことが野球界は儲かる業界であることの何よりの証明になってしまい、この人は一体何を言っているんだとのツッコミも受けるとともに、選手へ正当な見返りを渡すべきという論調もさらに強まる格好となってしまいました。もともとファンから愛されているとは言い難かったマンフレッドコミッショナーですが、今回のロックアウト、そして公式戦の中止によってファンからの信用は完全に失墜してしまった印象です。そして公式戦中止の判断は新たな火種も生みそうです。選手会は MLB が設定した2月28日または3月1日が必ずしもシーズンを予定通り行えるか決めなければならないデッドラインとは考えておらず、今時点での中止判断に同意していない以上、今期の選手の年俸に関してもおそらく日割りになると思うんですが、こちらに関して揉める可能性もありそうですし、また今後さらに多くの試合が中止となった場合、サービスタイムの計上方法に関しても問題となってきそうです。現行のルールでは MLB で172日間在籍を1年とカウントしていますが、そもそも今期の開催日数が172に満たなかった場合どうするのか、短縮シーズンだった2020年のように開催日数に応じて比例させるのか、あるいは実際の日数でそのままストレートにカウントさせるのかなど考え方はいろいろあるでしょうが、選手会が納得できない運用となればここも後ほど新たな争いに発展する恐れはあるでしょう。今季の開幕が延期となったことでコロナで60試合制のシーズンとなった2020年に続いて直近3年間で2回目の短縮シーズンとなる MLB、 春の訪れは本来野球ファンにとっては楽しみな時期のはずなのですが、またしても野球のない春、少なくともロックアウトが終わるまではしばらくはそうなりそうです。エンターテインメントの多様化によって野球はファン離れが進んでいるとしばしば言われますが、そんな状況下でさらに労使間のごたごたによって試合が中止となってしまった事実はファンでもいい印象は抱きません。野球界がこれからどうなってしまうのか心配にもなる一見となってしまいましたね。試合中止の判断はもう覆すことができないと思いますが、なるべく早くこの労使紛争が終結することを祈っています。今回の動画はこれで以上となります。ご視聴ありがとうございました。